今日は目の奥が痛い、そして困っている林さんの悩みにお答えしたいと思います。林さんは目の奥が痛いと言っていたので、私がいつも答えていること、林さんへのメッセージを答えしたいと思います、しなければいけないことは、この頭の重さを支えている首の筋肉、そして腕を上げ下げする筋肉、それで姿勢を保つ筋肉はみんなこの肩甲骨周りにつきます。その筋肉を柔らかくすること、そしてその奥に通っている神経や血管が圧迫されるので、ここから上に酸素と栄養がいかないこと、筋肉を硬くしている物質が戻せないことによって目の働きが悪くなって痛くなったりするんだと私は思っています。ですので、しなければいけないことは、この首の筋肉たちを含めた肩甲骨周りの筋肉たちを柔らかくすること、そして心臓より高く上げなきゃいけないので、水分、できればこのように筋肉を柔らかくするクエン酸が入っているような飲料を飲むこと、慢性的に、そしてこれをお風呂だとすると、このようにここまで入って頭の重さを支えている首の筋肉たちを水に体を浮かべてもらいたい、こんな3つのことをすること、プラス林さんは YouTube の動画を見るのが好きだと言ってたので、このようなスマホスタンドでこのように首の筋肉を使わないようにすることをしてもらいたいです。堀Qチャンネルの動画を見逃したくないあなたは、チャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら、